アイテム番号 SCP-66JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-66JP1 は沿岸部に建設されている監視駐留所 3A7 によって常時監視と記録の保管が行われています。監視駐留所 3A7、3A8、3A9 にはハエ取り計画の実行における初動的対処と監視、 SCP-66JP に出現と飛去方向の特定と報告が可能である機動部隊ヌ29、コマ取りを常時待機させてください。ハエ取り計画は48時間以内に SCP-66JP1 周辺地域への台風の接近が予測される場合即座に発令されます。ハエ取り計画の概要については付属資料を参照してください。現在、ハエ取り計画にはサイト8101、サイト8109、サイト8116、サイト8125、サイト8132、サイト8145、サイト8147、サイト8155、サイト8169、サイト8174、サイト8181、サイト8187、サイト8190、サイト8193、セクター8151、セクター8173、セクター8192が参加しています。ハエ取り計画によって確保された SCP-66JP にはセクター8151の専用収容倉庫へと収容してください。専用収容倉庫はセキュリティクリアランスレベル1以上の承認によって入室が可能です。説明、SCP-66JP1 は削除済み、沿岸部から KM 沖合の海洋上に存在する半径37メートル範囲と思われる海面領域です。SCP-66JP1 は特定の気象条件下において範囲内のいずれかに極端な局所的過重重力場を形成します。重力上の重力の大きさは現在まで数値の測定に成功していませんが、地球に対して作用しており、瞬時にして海面と周辺の分子を海中方向へと引き込み始めます。これらの現象は分子同士の摩擦、または崩壊による放熱と、それらエネルギーの重力上内部への閉じ込めを誘発します。重力場は沈下に伴い収縮を続け、内部の物質とエネルギーを極限まで圧縮させ電荷を備えた小質量によるブラックホール、または極小の空間トンネルを発生させるのと同時に消滅します。重力場の消滅は圧縮されたエネルギーの解放につながりますが、それらの解放に伴う壊滅的余波の大部分はブラックホールまたは空間トンネル内に吸引されます。しかし同時に SCP-66JP-2 が出現します。SCP-66JP-2 の出現後、ブラックホールまたは空間トンネルは即座に消滅します。SCP-66JP-1 がこれらの現象を引き起こす特定の気象条件は、一般的に台風と呼称される温帯低気圧の接近であると考えられています。しかし人工的に操作された気象による再現実験によって現象発生が確認されなかったことから、自然状態の台風に、SCP-66JP-1 内の現象発生を誘引する未知の要素が存在すると見られています。現象は SCP-66JP-1 領域が台風の勢力下に入っている状態で発生しますが、領域が勢力下に入ってからいつ現象が発生するのかについては、明確な規則性を発見できていません。SCP-66JP-2 は直径9から31メートルの車輪部分と、車軸間に存在する本体部分によって構成される実体です。鉄を主成分とした未知の合金によって構成され、この合金は1立方メートルあたりおよそ 3.75kg の質量を有しています。SCP-66JP-2 は SCP-66JP-1 内で発生した現象において、ブラックホールまたは空間トンネルへの吸引を免れたエネルギーの余波の炸裂によって急上昇し、海上へと飛び出します。この時点で SCP-66JP-2 が射出される速度は現時点までの観測により、1123kg の SCP-66JP-2
2BW 出現時に確認された 849km/h が最高値となっています。SCP-66JP には最高高度海抜37から46km に到達後、自由落下します。これまで全ての例において、SCP-66JP には意図的な干渉または操作が行われていないにもかかわらず、必ず日本国土上の無作為な地点が最終的な落下地点となっています。口述の発見から、これらは SCP-66JP に出現以前からの計画的な投擲軌道予測の結果であると見られています。しかしほとんどの場合で SCP-66JP-1 が台風の勢力下にある状況で SCP-66JP-2 の出現が確認されるため、SCP-66JP-2 は低気圧の影響による軌道の湾曲から、正確な落下地点を事前に特定するのは困難であるとされています。それに加えて SCP-66JP-2実体の造成のずさんさに由来する不安定な形状と姿勢状態は、予測困難な空気抵抗の影響を実体の空中軌道にもたらします。SCP-66JP-2 に対する広範的軌道予測システムの手順成立による、SCP-66JP-2実体の空中確保を目的とした、ハエ取り計画が実行されています。付属資料1 SCP-66JP-2 実体詳細記録。現時点まで124個体の存在を確認、うち102個体の確保、収容に成功。実体は鉄 74%、銅 12%、亜鉛 8%、タングステン 2%、未知のタンパク質 1.2%、クロム 1%、未知の有機体 1%、スズ 0.8% によって構成。しかし現在収容されている実体のうち8個体は6から12% の成分比率の誤差が確認されている。化合、製造の手段は不明。密度が均一ではないことから原始的な単野技術によるものであるとの仮説が有力視される。構造は車輪と円筒を1本の車軸で貫通させて固定させる単純なもの。しかし円筒部と車輪の接触部は溶接されており、車輪と円筒部の関係から、元は車輪の回転を前提に設計、製造されたものを、本来と異なる用途のため後に溶接によって固定したものと思われる。収容された実体のうち39個体には、円筒部内部に空洞の痕跡あり、これらも後ほど用途の変更に伴い、同合金の注入による穴埋めが行われたと思われる。車輪部の厚みから見て、実体は3種類の規格をもとに製造されたものと思われる。直径が9から17メートルのものは均一に車輪の厚みが 15.3 センチメートルとなるよう設計されているものと考えられ、同様に直径18から29メートルのものは 21.7 センチメートルの厚みを持ち、直径30メートル以上のものは 39.2 センチメートルの厚みを持つ。しかし原始的な単野技術によって製造されたためか、厚みには部分的な差異が存在し、厚みが均一ではないもの、規格から外れているものも存在する。実体には構造上の脆弱さが認められるものの、出現の瞬間の重力場の影響、重力場の消滅に伴うエネルギーの余波、射出時の衝撃によって損傷を負った形跡は見られず、ただし射出後の軌道中の空気抵抗または衝突または落下地点への到達によっては損傷し得ること、実体回収後の耐久実験において損傷が見られたことから、出現時にのみ何らかの方法による保護が働いているものと思われる。その保護手段と原理は重力場による空間分子の規則性の湾曲と、重力場の中心に位置する熱核部がブラックホールまたは空間トンネルへと吸引される速度に関係していると推測されているが、詳細は調査中。19、7、14、車輪部直径11メートル。総重量 1352kg、滋賀県、民家3棟全壊。民家2棟一部損壊。死者7名。19、8、3、車輪部直径20メートル。
総重量 1829kg、熊本県、着地時の衝撃による斜面崩落を誘発。死者8名。編集済み。4カ所で通行止め及びライフラインの寸断。19、9、11、車輪部直径17メートル、総重量 1681kg、長野県、一部山岳斜面の崩落。死傷者なし。SCP、JP の活性化を誘発。19、8、27、車輪部直径30メートル、総重量 2419kg、削除済み、サイト、81、の一時機能喪失及び周辺地盤の陥没。19、9、2、車輪部直径9メートル、総重量1123、最小値、沖縄県、削除済み。19、9、16、車輪部直径26メートル、総重量2167kg、北海道、地盤の陥没、震度、の地震を誘発。19、8、30、車輪部直径21メートル、総重量 1959kg。円筒内部に空洞痕跡が確認された初の事例、山梨県の大規模な一部崩落。死傷者なし。修復不可能。20、8、27、車輪部直径14メートル、総重量 1503kg、三重県、複数の建築物の倒壊。死者16名。地殻への影響により、削除済み。20、9、24、車輪部直径19メートル、総重量 1741kg、千葉県、削除済み。20、車輪部直径31メートル、総重量 2574kg、最大値、殺傷用と思われる複数の突起が溶接されていた、削除済み、削除済み。20、車輪部直径11メートル、総重量 1356kg、SCP-66JP、日 CF と命名、愛知県、一部海岸線の損傷、民間の漁業活動の一時停滞。すべての実体には円筒部の不定位置に 20×20cm のサイズで何らかのシンボルとおぼしきものが描かれている。シンボルは既存の紋章学の規則に一部乗っ取っているものの、使用されている塗料の原料が現行世界では塗料として使用されていないものである点、標語の記述にあたる部分が未知の言語によって描写されている点から、未知の文化由来のものであることが示唆される。シンボルはすべて交差した直線上の引っかき傷によって意図的に損傷しており、シンボルに対する何らかの範囲を示していると思われる。全実体にはシンボルに対する引っかき傷と同様規模の刻字がなされている。ほとんどの例において、その内容は以下のものに統一されている。SCP-66JP、日 CF と、それ以降に発見されている実体では、刻字は以下の日本語文字による文章となっている。我々は、開拓と侵略を、区別しない。かつて、奴らが、そうしたように、奴らの、光、は、すでに汚された。我々は、汚すべき、新たな、光、を求む、死せる者は死なず。文章の内容については現在も複数の解釈が存在するものであるが、以前より群博士が提唱していた、ハエ取り計画、の承認と発足における決定だとして、公式的に言及されているものである。